はい、ウォンクの井上です。今日も Vlog の方をね、始めていきたいと思います。今日はウォンクのみんなととあるレコーディングに行った日ですね。レコーディングなのでギターを背負っているので、こうバックパックを前に背負っています。やってきましたのは大塚駅ということでね、私大塚駅初上陸だと思います。集合時間に、10分前ぐらいに来たのは僕だけで、もう集合時間を過ぎてね、これ5分ぐらい過ぎてんのかな。こっからポツポツとメンバーがやってくるので、どういう順番で来るのかっていうのをね、皆さんも想像してみてください。はい、まずは江崎綾武2番手、そして次は誰でしょう。はい、やってまいりました。3番手は、ヒカル新た、通称ヒカタということでね。皆さん聞きました？ヒカタいい曲なんだけど、まあこの見た目からは想像できないスイートボイスと、そしてね、最後はお約束ですね、この人ケント長塚ラストです。遅くなりましたって謝ってますね。というわけで全員集合したので、ここからスタジオに向かいます。この日は、ちゃんとそのレコーディングスタジオに入ってみんなでレコーディングするっていう、しかも、かなり難しいレコーディングですね。なのでみんなバッチリ気合が入ってる感じになっております。ちょっとね、歩くと時間がかかるのでタクシーに乗っちゃいます。ケントの服透けすぎじゃない？これオレンジの、これエピストロフで作った T シャツなんですけど、オレンジが透けすぎだよね。みんなカメラを意識しましたね。今は撮られてると思って変なこと言わないようにしてんのかな。はい、というわけでタクシーに乗って、向かった先はこちらです。そう、ピザハットではなく、その地下にあるスタジオデデということでね、これが、僕は初めて来たんですけど、綾武とかはね、いろんなレコーディングでお世話になってるということで、そしていろんな機材があるということで、僕も楽しみにして、来ました。内装がまたすごい美しいんですよね。なんだろう、この整理された感じではないけど、物はいっぱいあるんだけど、なんだろうな、それがまたいい味出してるんですよね、このスタジオ。すごい、もう入った時からもう興奮しっぱなしでしたね。僕はウォンクのメンバーの中でも機材好きレベルが僕がね一番高いと思うんで、もうすげえいろんな機材あるっていうのでね、テンション上がっちゃって。こちらスタジオの吉川さんです。というわけで、セッティングが終わったところでね、機材をバッと並べたのを撮ったので、これが僕がメインで使ってるギターですね。
ヤマハのパシフィカっていうギターをめちゃくちゃに改造して自分で塗装してね、いろいろやったギター。こちらがベリンガーの、ディープマインド 12D っていう、シンセですね。でこちらが、ノベーションのベースステーション2というシンセですね。そして、まあ、これは MacBook Pro、これが、今回初導入したダブルネック、ベースとギターのダブルネックヘッドレスというね、変態仕様の。これがいつも使っているベース、普通のって言ったら変だな、5弦のプレベで、このペグがね片方に全部ボンと寄ってるという、これもまあおかしな作りなんですけど、これも自分でパーツを組んで作ったやつで、これも今回初導入したワーウィックの、トライアンフというね、アップライトベースですね。ベーシストとしてのキャリアで初アップライトベース導入ということでね、めちゃくちゃ練習してます。新しいこと始めるのって楽しいですよね。で足元にはギターのエフェクター、ベースのエフェクターとか足鍵盤とかいろいろありますね。はい、いろいろ、練習したりレコーディングしたりして、お昼はうなぎ弁当ということで、みんなでうなぎ弁当を食べてます。肝水もついてて、うん、美味しかったですね。はい、そして本日はね、撮影クルーも、来ていただいてまして、これが国枝慎太郎監督ですね。いつもお世話になってます。で今これ楽器のカットを撮るみたいな、アングルを決めるみたいなことをやったりしてます。えい、レコーディングもいろいろあり、途中で休憩するということで、これ楽器を手伝ってくれてるこうたくんですね。そして安藤浩平は遊びに来てます。安藤浩平 AKA メルロー、 iPhone のシネスコに広げる。あ、だからか。いや、なんか見てさ、こう横長だなと思って、そういうアプリだと思ってた。シネスコってね、なんか実はあれ、なんつうのかな、縦横のあの比率をトリミングしてるだけじゃないんですね。そう、なんか光を圧縮して中でデコードしてる。はい、安藤くんはですね、親しみやすいお人柄なので、いるとどうしてもこうやって寄ったりしたくなるんですよね。そうだから、こうやって安藤くんにカメラを向けてみると、何か話してくれるとか何かやってくれると信じて今向けてます。安藤くんは今日は演奏するという感じではなく、ただただ遊びに来てもらってます。最近どうですか？最近ですか？最近ね、もうね、仕事をするのもめんどくさいねもう休みすぎてもう人間じゃなくなりつつ終わってる言われて今だってさ、いや、こんなに荷物を担いで電車に乗って現場に行って、人がいっぱいいておはようございますみたいにして、でまたね、片付けて荷物を持って電車に乗って帰ると、こんな大変だったんだって思って久しぶりにやると。そうね、ジャッキーからめっちゃ人気やん。はい、じゃあそんな感じ。というわけで、こちらがコントロールルームということで、みんながこう演奏してる音はここに入ってきて、ここで音を取るわけなんですけど、この機材の量がすごすぎる。本当にエンジニアとしてはかなり興奮する部屋ですね、ここは。はい、もうレコーディングも終わりに差し掛かり、疲労困憊したみんなは、アイマスクをしてね、
合図を閉ざすという合図だけに。はい、というわけでメグリズムっていうの、すごいラベンダーの匂いがするあったかくなるアイマスクでね、もう休憩してます。なんか今回のレコーディングすごい大変なレコーディングで、長時間にわたってレコーディングするし、しかも自分の場合はいろんな楽器をね、とっかえひっかえするんで、神経も使ったという、最後らへんはもう本当にみんな死んでましたね。そう、新たが一番死んでたかもしれない。最後らへんドラムって全身使うからね、すごい疲れるっぽいですよね。僕はドラマーじゃないんでわかんないんですけど、ケントが歌のチェックをしてる時にみんなで休んでるっていう感じですね。はい、そして全てが終わって取れ高チェックをしている時の、みんなもう死んでますね。見てください、僕の、顔全てを埋めてます。マスクをし、アイマスクをし、聴覚だけにね、神経を集中させてチェックしてますね。新たも聴覚だけに全神経を集中させているのか寝てるのかよくわかんないですけど、こんな感じです。そしてやっとこさいろいろ終わりまして、片付け中ですね。こうスタッフの方も含めてこうみんなで撤収作業して、エレベーターに荷物を乗っけて帰るぞと、そんな感じでございます。これ僕撮ってるだけじゃなくてちゃんと物を運んでますよ。本当に疲れた。なんかなんでそんな疲れてるんですか、やっぱ午前から起きてるから。いい、普通にめっちゃ歌ったからでしょどういうことよ、午前から起きてるからはい、午前から起きてるとケント長塚はね疲れるということでしたけども、このねハイエースにいろいろ積んで、撤収します。ただこの機材を運んでくれてるのはこのマネージャーの林くんを中心にスタッフのみんなが運んでくれていて、みんなね帰る方向がそれぞれあるので、どうやって帰ろうかみたいな話をみんなでしてます。もうねこの時間電車もない時間だったですね。本当に深夜も深夜、いやでもなんかすごい達成感にあふれた夜でしたね。やっとこさ全部終わったと。ただみんなでこうゆっくり終わった後ご飯食べるとか打ち上げするとかはもちろんなくね、帰ります。そう、今何してるかっていうと忘れ物チェックです。こうね疲労困憊している時にスタジオ後にすると必ず何かを忘れてます。ただねそれはねここでこうやってチェックしてもね防ぎようがないんですわ。という感じで、僕は一人寂しくタクシーに乗ってます。今日ねの レコーディングの内容はまあ後日何のレコーディングだったかっていうのを発表するのかなと思うんですけど、久々にねみんなでこうリアルタイムに音を出して演奏したわけですけども、疲れる反面やっぱりこうやってやってないとね
なかなかこうライブの感覚っていうのは失われてきてしまうので、また制作とは違ったね、脳の使い方、体の使い方するんでね、やっぱりライブもやりてえな、うん、ライブもいっぱいやりてえと強く思うような一日でしたね。というわけで、ここら辺で皆さんまた会いましょう。